こんにちは。今日ご紹介するのは、こちらの新型のボクシー 10.5 インチのディスプレイオーディオを使って、こちらのガジェットのご紹介をいたします。今回ご紹介するのは、こちらのジョイウィンから出ております、HDMI の出力端子付きの AI ボックスのご紹介をいたします。こういったミニ版、後席モニターが付いている車にはぴったりなアイテムになるかと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただけますと幸いです。で、こちらの今取り付けなんですけども、非常にスマートに取り付けられているのがお分かりいただけるかと思います。このノアボクシーは、この下自体が、このようにコードが入れられるようになっておりまして、かつ、この板がありますけれども、この板のここのところ、穴が開いてまして、コードがちゃんと出るようになっています。で、この下を見ていただけますと、ここに HDMI の端子がついてまして、その下はパワートレッドのソケットが入るようになっていて、電源が取れるようになっておりますので、非常にシンプルにまとめるということができます。見た目をスマートにするというのも非常に重要な要素になるかと思います。で、今こちら、すでに画面開いているんですけれども、ノアボクシーの 10.5 インチ、ちゃんと起動することができます。で、もう一度こちら起動する速度を見ていただければと思いますので、ノーカットでご覧いただければと思います。今一度切ります。で、この状態から電源を入れます。車によっては立ち上がらないというものもあったりします。まあ、車というよりは、このナビとこの AI ボックスとの相性の問題があって、つながるつながらないっていう問題が、この今の AI ボックスというのは、まあ、多発してるっていうのがあるんですけれども、まあ、こちらのノアボクシーに関しては、しっかりと立ち上がるものになっております。で、立ち上がりも非常に早くて、特に何もいらうことなく、もう普通にパッと立ち上がってくれるので、非常に使いやすいスマートな AI ボックスになっているというのが一つ特徴的なところになるかと思います。で、このような形で、まあ、少し今までのオッドキャストとかと比べると画面が違います。で、これも開いていただいていて、ここが Wi-Fi の接続状況が見れるところになっているんですけれども、テザリングを使っていますんで、今 Wi-Fi もすでに繋がっています。で、Bluetooth も繋がっているといった状況なので、もう立ち上がった瞬間からこういった形ですぐに使うことができます。で、CarPlay を使いたいといった場合は、一回 Bluetooth を切らなければならないっていうのが、まあどうしても AI ボックスにはあるので、一度こちら切ってしまって CarPlay を繋げてみたいと思います。まあこれも毎日使うもの、特に車毎日乗られる方なんかは非常に重要で、もうすぐに繋がってもらえないとなかなか実用性がないといったことになりますとあまり意味がないと思いますので、まあ、しっかりとこのような形でパッとしっかりと繋がってくれるっていうのも、このジョイウィンの AI ボックスの大きな特徴なのではないかと思います。で、さらにまた、今度はまた Wi-Fi を楽しみたいといった場合は、Wi-Fi を接続ということで、ちゃんと Wi-Fi がすぐに接続するようになっています。これかなりスマートでいいかと思います。なかなかこういった AI ボックスも今まではなかったんですけども、YouTube を見たいといった場合は、もうこのフロントページからしっかりと入ってくれるんで、で、このようにもうパッと開いてくれます。非常にサクサクと動くというのも、このジョイウィンの AI ボックスの特徴になってくるかと思います。まあ価格もそこそここの AI ボックスするんで、まあ、少し見ていこうと思うんですけれども、まあ、例えば、私の動画で、まあ、著作権の問題がどうしてもあるので、ちょっと動画を選ばざるを得ないっていうところがあるんで、そこはご容赦いただければと思うんですけれども、まあ、こんな感じで、ちゃんと、はい、スムーズにサクサクと動いてくれるっていうのが、このジョイウィンの AI ボックスの特徴になってくるんではないかと思います。もう動画自体も非常に快適に見れますし、
あと、ここ、これがすごくね、この上位のエアボックス使いやすいところなんですけど、もうすぐに、こういう感じでホーム画面戻れます。こうポッと押して、あ、今もこれホーム画面なんですけれども、例えばもう一回 YouTube こう見てる。で、戻りたいといった時に、ここのホームボタンが押せば、すぐに戻れる。これ非常に使いやすくなっています。こういったところなんかもこの上位のいいところになってくるかなと思います。で、YouTube じゃなくて、例えば、サブスク。ミラーリングでは、このプライムビデオが見れないといった今、事象が出ていて、iOS16 からまたちょっと更新されてるんですけど、まあ、やっぱりこう見れないというコメントを書いてくださる方が結構多いので、まだ対策がなされていないということになると思うんですけれども、こちらはもうすでに、この Android 上で、再生されているといった状態になっていますので、特にそういった著作権の問題というものは関係ないということになりますので、このように普通に見ることが、まあ、できてしまうっていうのも、この AI ボックスの導入する一つの大きな利点になってくるかなと思います。ちゃんとこのように見れます。で、また戻りたいといった場合は、ここのホームボタンを押してあげれば、すぐに戻ることができます。あとは、サクサク動くという目安ということで、この TikTok を見てみたいと思うんですけれども、TikTok はストリーミングの状態で動画が流れてくるんで、まあ、ここです。こういうとこです。でちゃんと、ここ、PNG、の画面になるんですけど、ちゃんとこうやって動いているのがわかるかと思います。CPU の容量が少ない AI ボックスですと、ここがもう動かないで止まっちゃってるものもあったりします。まあ、以前紹介したものでやはりここが止まってしまっているものがあったりするんですけれども、これはちゃんと止まらずにしっかりとストリーミング再生、まあ、この部分ですね、はされて、動画として再生されているので、こういったところなんかも、まあ、スムーズに動く一つの目安になっているかなということで、非常に分かりやすいところではないかと思います。はい、ここでまた戻るということで、こうやってパッと戻ることができると、まあ、いうところが非常に、この AI ボックス使いやすいところになっております。で、それから、もう一つなんですけども、こちらのエアマウスなんですが、これもオッドキャストでも使えるものなんですけども、まあ、こちらを使って、もう一度操作のご紹介をしていこうと思います。このエアマウス使い方がわからないとおっしゃる方もいらっしゃるんで、でこれは非常に簡単でして、ここのリターンのボタンと、ここの OK ボタンを長押しします。そうすると今、このパイロットランプが今、点滅から点灯に変わって、で、ここのボタンを押す。そうするとこのようにカーソルが出てきますんで、これ、この操作以外は特にありません。で、これでできないようでしたら、少しセッティングを疑ったりとか、バッテリーを抜き差ししてみたりとか、AI ボックスの電源をオンオフしてみたりとかっていうことをちょっとやっていかないといけない。ちょっと時間がかかるっていうところがあったりします。で、これはちゃんとカーソルで、こうやって動かすことができます。もう一度 YouTube。こういう感じで。押していただければ、勝手に見ることができる。遠隔で操作することができるんで、こういった車のとかですと非常に便利だったりすると思います。後席モニターを見ながら、こうやって遠隔操作する。後席モニターですと、ここタッチパネルにはなんないので、で、今これは、このカーソルが働いているときは、タッチパネルが効かないようになっていて、で、こちら、ここを押していただくと、カーソルが一時止まるんですけど、そうすると、タッチパネルとして効くようになってくれます。これ非常に使いやすいかと思います。で、また戻りたい場合は、ここのホームボタンを押していただければ、さっと戻ってくれるので、操作性は、まあ、使い方によっては、いい部分があるかなと思います。まあ、こういう感じで。まあ、レーザーポインターみたいな感覚で使えるので、すごく使いやすい、人には使いやすいんではないかなと思います。こういったところです。であとはマップを少し見てみようかと思うんですけども、マップを見てみたいといった場合。はい。まあ、こんな感じで、ちゃんとマップ自体も操作できますし、
で、また戻りたいなって言った場合に、ちょっとこう、今ちょっと落ちちゃいましたけれど、こういったこともたまにあったりします。はい、こんな感じですね。で、また戻りたいといった場合に、どこを押していいかわからないよねっていう場合があると思うんで、そういう場合は、ここのホームボタンを押していただければ、はい、こんな形ですぐに戻ってもらって、で、また、今度このオリジナルカーっていうのがあるんですけど、ここを押していただければ、このノアボクシーのディスプレイオーディオの項目に戻ることができる。で、また、Apple Play のボタンを押せば、このように戻るということで、非常に迷いが少なく、使いやすくなっているんではないかなと思います。はい。で、この、ジョイウィンの AI ボックスの目玉であります、こちらです。ここです。今回このジョイウィンのこの AI ボックスは、出力、HDMI の出力の端子がついてます。これはマイクロ HDMI になってて、このコネクタは付属してるんですけれども、マイクロ HDMI から普通の HDMI ですね、変換されています。で、そこから、こちら、ノアボクシー、リア席のモニターに接続する、リア席モニターにつなげる HDMI、ここになるんですが、接続しています。で、鉱石モニター、やはりこの AI ボックスのメーカーによって映る映らないっていうのがあります。で、残念ながら今回のこのノアボクシーは鉱石モニターは映りません。で、それを見てお見せしていこうと思うんですけれども、どこをやっていくかと言いますと、一回戻ります。で、ここを押します。で、オーディオ選択をします。で、HDMI、ここを押します。そうしますと、映像を表示できませんって出てきてしまいます。で、これも映らないことになってしまっているんですけれども、で、昔よくあったのが、オッドキャストとか一発つなげると、こういった表示が出て、もう一回、こう、HDMI の端子を抜き差しすれば、復帰するのかなって思って、やってみたことがあるんですけれども、今、抜いて、で、もう一回入れたんですが、この状態で HDMI が繋がるかということなんですけれども、やっぱり抜き差ししても、もう一度 HDMI 選ぶんですけれども、ここです。HDMI は認識してるんですけれども、やっぱり映像を表示できませんということで出てきてしまうので、この 10.5 インチのノアボクシーのディスプレイオーディオに14.5 インチの鉱石モニターという純正の組み合わせだと、残念ながらこのジョイウィンの AI ボックスでは見れないと。ただ他に純正ではなくて、社外のオーディオ同士で鉱石モニターに出力させるということは可能ですので、車種によって鉱石が見れる見れないっていうのがありますんで、で、私は今回はノアボクシーを多く取り扱っているので、まあ、ノアボクシーに関しては、まあ、映らないということで、今回ご紹介させていただきました。まあ、これ買って、ノアボクシーやっぱり映んないじゃんって言われて、ってなっちゃうと、まあ、そこは結構金額するんで、確認をしておく必要っていうのがあると、まあ、いうことになります。はい。ってことで、今回は、こちらです。ジョイウィンからリリースされております、こちら、HDMI の出力端子付きのAI ボックス、それから、こちら、エアマウスの操作。まあ、こちらを、今回、こちらのノアボクシー 10.5 インチのディスプレイオーディオを使ってご紹介をいたしました。こちらの商品、詳しくは概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はそちらをご覧になっていただけますと幸いです。当チャンネルではこういった新しいガジェット系の用品をレビューしておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。